J リーグファーストステージ第9戦、今の調子を大事にしたいところです。連勝中シエロ、対するはガンバ、注目の一戦です。実況はおなじみの安中博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、熱の火蓋が切って落とされました。水沼さん、調子良さそうですね。力強い中盤構成ですね。ここという時に的確なパス回しができてますからね。ああ、どうしたんでしょうか。インターセプトされました。ここでカウンター。金子左に出します。アルベス、シュートチャンス、打った。まだボールは生きている。決まった。シエロ先制ゴール。前半12分、先制のゴールを決めました。大神、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。大神、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。右にパスが出ます。パスを出すと激しいマークだ。よろけながらも抜きました。左に叩きます。速いボールがいったぞ。合わせた。決まった。ガンバ同点ゴール。手元の時計で26分を回ったところです。シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。キーパーがっくりとうなだれています。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。小島、ゴール前、うまくパスに合わせて得点です。一番気をつけなくてはいけない形でしたよね。やはり周りをよく見ていない結果なんでしょうね。ここで前半戦が終了。1対1、同点で後半戦に折り返します。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。同点ですからね、まだまだわからないと思いますね。再び試合が始まります。手元の時計で5分になろうというところ。シエル、攻め込む隙を伺っています。ジョンソン、左に出します。オープンスペースを探します。8番、ここからチャンスになるか。激しい攻防だ。後半10分が経過しています。両チーム一歩も譲りません。ここまで緊迫するとは思ってもみませんでしたね。必死のディフェンス。パスを出します。
浮き、いけると思ったのですが、手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、さあコーナーキックです。キーパー逆を打った、ボールが切れていきます。後半30分が経過しています。シエロ、さあ守りきれるか、わずかにそれていきました、ポストの左。後半35分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。なんとまだボールは生きている。蹴った、これは悔しい。シエロ、これが最後のチャンスになりそうです。もう攻撃あるのみです。サッカーは30秒あれば点が取れますか。さてどうしますか。矢野、華麗なパスワークで上がります。華麗にかわした、おー、ゴールゴールゴール。後半のロスタイム、シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。池内、無難に決めました。うん、よく決めましたね。ナイスシュートですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り2対1、シエル1点差ながら勝利を収めています。シエル連勝しましたね。まさに波に乗り始めたというところでしょうかね。放送席解説は水沼貴さん、実況は安塚博士とお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
ファンの皆様、こんばんは。春も竹縄となってまいりました。本日は J リーグファーストステージ第10節、本当にいい試合をしています。勝ち点26、第1位連勝中シエノ。今日の対戦相手はエスパ。今の調子を大事にしたいところです。実況担当は安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフです。木村さん、調子良さそうですね。そうですね、まあこういう時に落とし穴があったりするんで、ぜひ油断せず戦ってほしいですね。無難に繋いだ。どこにパスを出すか。ゴールに迫ります。スライディングタックル、8番ゴールを目の前にして止められました。あーっと、ここで笛。イエローカードが出ました。前半30分を回ったところです。さてどうしますか。スライディング、ここでカウンター、中央を抜けます。矢野、アルベス、シュートチャンス、蹴った。おっと、ボールこぼれた。決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのは奥野。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。奥野、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で40分になろうというところ。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。ここは完璧に抜かれた。さてどうしますか。右サイドを突います。激しい、手元の時計であと5分。シエロ、少し攻めあぐねている様子。奇跡を呼ぶ男、ロングパス、一人で行くのか。ちょっと抜くには無理があったか。ボールを奪われ前半45分が終了。0対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、かろうじてリードしているといった感じでしょうね。後半キックオフです。後半9分、シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。無難に繋いでいきます。シエロ、さあここはどう守る。伊藤、センタリングのチャンスだ。あーっと、ここで笛。どうやらキッカーは伊藤。直接狙った。もうちょっとでしたね。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。金子、池内、池内、シュートチャンス、後半13分、シ
シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。池内、これは嬉しいでしょう。ナイスシュート。まあこれは教科書に載るようなお手本のゴールですね。手元の時計で30分になろうというところ、エスパルス、コーナーキックとなります。高いボールが入りました。ボールが流れた。ここで試合終了。結果は0対2。シエロ、相手ゴールを許さず完封勝利です。シエロ優勝しそうな雰囲気ですが。そうですね、まあこういう時に落とし穴があったりするんで、ぜひ油断せず戦ってほしいですね。放送席、解説は木村和司さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さようなら。さようなら。愛する皆さん、こんにちは。あいにくの雨となっています。本日は J リーグファーストステージ第11節、勝ち点29、現在首位独走中シエロ。今日の対戦相手はジェフ。このまま突っ走ってほしいものです。実況はいつものように安塚博士、解説は元日本代表の水沼貴さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをファンセッタジローラモさんにお願いしています。キックオフです。
水沼さん、調子良さそうですね。選手個人のスキルを完璧に理解して使ってますよね。本当に見る目のある監督だと思います。野々村、ゴール直前でなんとか阻止しました。前半も残すところあと2分。シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。スライディング、ここでカウンター。続き、右にパスが出ます。杉山、ゴールに迫ります。絶好のチャンス、蹴った。キーパー、まさに神業。ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。両チームともチャンスを生かしきれてませんよね。後半22分、ジェフ、システムを 4-5-1 に変更してきました。ここはカウンターを狙ってくるんでしょうかね。大神シエロ、相手ディフェンスを破れない。どう思われます、ギロラボさん。シエロ、少し疲れが見えてきましたね。だけど試合はこれから。ボス、巧みなボールさばき。決まった、ジェフ先制ゴール。後半25分が経過しています。ジェフ先制のゴールを決めました。松原、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。松原、持ち込んでそのままシュートですね。まあこの判断ミスは痛いですね。キーパー本当に悔しそうですね。後半30分を回ったところです。ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。ボス、独走を許してしまった。いい感じでつながりました。激しいマークだ。ジョンソン、うまく抜きました。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。短く後ろへ、センタリング要注意で、ヘッド、決まった。シエロ同点ゴール。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ、土壇場での同点ゴールだ。ここで同点に追いつきました。ウキ、見事な同点ゴールを決めました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。ここに走り込むまでの動きが素晴らしいですね。こうダイレクトに合わせられるともう相手はどうしようもないですね。手元の時計で30分が経過しています。両チーム一歩も譲りません。本当わからなくなってきました。落ち着いてボールをキープしています。さてどうしますか。ゴールに迫ります。必死のディフェンス。ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、最後までこの調子をキープしてほしいですね。ありがとうございました。シエロ、ここからチャンスになるか。絶好のチャンス、決まった。シエロ10年の逆転ゴールといった感じです。決めたのはアルバ。シエロ、土壇場での逆転でした。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。アルベス、これは嬉しいでしょう。いい形でゴールに持ち込んでますね。
いいところに蹴ってますよ。キックオフ。エジリ、左に短いパス。まずは様子を。エジリ、巧みなボールさばき。体で止めに行った。ゴール直前でなんとか阻止しました。ここで試合終了。終わってみれば2対1、シエロまさかの逆転勝利を収めています。水沼さん、本当にいいゲームでしたね。素晴らしい内容のゲームでしたよね。これならサポーターも大満足なんじゃないでしょうか。解説は水沼貴史さん、ピッチレポートはパンセッタジローラモさん、実況安塚博士でお送りしました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
サッカーを愛する皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。今日の中継はアジアクラブトーナメント。日本のチームはどこまでいけるでしょうか。トーナメントに絶対はありません。頑張ってほしいシエル。シエル、さあトーナメント戦1回戦、対するはカタール FC。 いよいよ決戦、勝つのはどちらか。実況は私安塚博、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンセスタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。さあキックオフです。昼間からの雨がサッカーにどういう戦術の変化を与えるのでしょうか。手元の時計で5分になろうというところ。シエロ、無難な立ち上がりを見せています。まあそれしかないでしょう。巧みなボールさばき、やはり無茶でした。前半5分を回ったところです。シエロ、さあコーナーキックです。ヘディング決まった。シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエロ、決めたのはアルビ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。アルベス、いいところに張っていました。絶妙のタイミングで上げましたよ。今のは迷わずシュートですよ、実際。手元の時計で10分が経過しています。カタール FC、コーナーキックでゲーム再開です。キーパー、相手の動きを本当によく見ていました。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、こんな熱心な応援に応えなきゃまずいでしょう。ありがとうございました。どうする、蹴った、キーパーよく防いだ。どう思われます、ギロラモさん。シエロ、ここも頑張ってます。頑張らないとやばいよ。ありがとうございました。息の合ったプレーを見せてくれます。ゴールに迫ります。これは無理だったか。前半45分が終了。0対1、シエロ1点のリード。前半いかがでしょうか、解説の二方。この調子だとこの後一花ありそうですね。後半キックオフです。後半開始直後、シエル、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。リミ、巧みなボールさばき、ゴール直前でなんとか阻止しました。後半10分、シエル、リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。切り込んだ。あっと、ここで笛。このピンチを果たして切り抜けることができるのか。あっと、まだチャンスは続いている。決まった、カタール同点ゴール。後半10分を回ったところです。シエル、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。キーパーがっくりとうなだれています。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。アルジャフル、リバウンドからうまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、
気合を入れ直さんと。手元の時計で30分を回ったところです。同点となっています。注目しましょう。しつこくマークしています。シエロ、相手ディフェンスを破れない。手元の時計で35分を回ったところです。さてどうしますか。シエロ、これを抜かれると一気にピンチに立たされます。おっと、押されました。手元の時計で35分を回ったところです。シエロ、さあ守りきれるか。狙った、ナイスセービング。後半戦が終了しましたが、未だ同点。90分で決着つかず、延長戦に持ち込まれます。延長戦になりましたね。いや、すごい試合になってきましたね。こうなるとね、ちょっとしたミスが命取りになりますね。動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ選手交代です。シュートチャンス、打った。小野、よく抑えました。延長前半5分になろうというところ、シエロ同点。さあ注目しましょう。奥野、センタリングのチャンスだ。ゴール前、綺麗に上げた。合わせた。ボールを浮かしてしまいました。延長前半7分、シエロ、ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。まあそれしかないでしょう。ゴール前チャンスだ。なんとヘッド。キーパーよく守りました。手元の時計で10分になろうというところ、シエロ攻め込む隙を伺っています。見事なボールさばきだ。これは予想外の展開だ。無難につないでいきます。巧みなボールさばき。アルベス、これは止められてしまった。延長前半の15分が終了しました。同点となっています。解説の二方、どうご覧になります。本当わからなくなってきました。残り15分全力でいってほしいですね。延長後半も残すところあと5分。ボールはカタール FC、 シエロ。さあここはどう守る。なんとアクイル、誰に合わせるか。ボレーでいった。決まった。カタール逆転ゴール。残念です。シエロ逆転を許してしまいました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。絶妙のクロスでした。いいボールが入りましたね。まあこのクロスは八塚さんでもゴールできますよ。延長後半残りあと1分。ここからどういった展開を見せるのでしょうか。川本、ゴールに迫ります。あーっと、ここで笛。入ったー、ゴール。シエロ、ここで同点に追いつきました。土壇場での同点ゴールです。池内、これは嬉しいでしょう。
VTR が出ます。もう一回見てみましょう。池内、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。延長後半ロスタイム、同点となっています。シエロ、さあここから逆転なるでしょうか。注目しましょう。必死のディフェンス。さあ大変なことになりました。 PK 戦へと突入します。これから始まる PK 戦に向けて準備が進んでいます。ここでエース登場です。あとはもう彼を信じるしかないでしょう。落ち着いて決めました。蹴った、ゴール正面ど真ん中。アスバル、どこに決めてくるのか。キーパーに読まれないように目を合わせませんね。右下に決まりました。サポーターじっとゴール前を見つめます。もう技術よりもハートの勝負でしょうね。相手の動きを本当によく見ています。蹴った、ゴールセンターへ。蹴った、ゴール正面ど真ん中。4人目のキッカーは慌てふ。ここは難なく決めました。サポーターじっとゴール前を見つめます。あまり考えすぎるのも良くないんですよね。落ち着いて決めました。5番手はカリミ。カリミ、どこを狙ってくるんでしょうか。もう技術よりもハートの勝負でしょうね。バーフルスルのところに決まりました。PK 戦までもつれ込みました。今日の試合、両チーム力の限りの戦いでしたが、ようやくにして勝負つきました。シエル、残念ながらこのゲームものにできませんでした。シエル、まさかの1回戦敗退ですが。参りましたね。ちょっと油断したんでしょうかね。実況は安本博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
Thank you.